シュビルツォクが阿部に代わって入ってきました。サイド変えて森下、吉田、前シュビルツォク、代わってシュビルツォク、右足シュートー決めた。シュビルツォクが決めました。後半の44分、まあ、柿谷が、はい、それでドリブルで時間を作った中で前田がしっかりとスプリントして、非常にこうラストパス、まあ、このフィニッシュのところもしっかりとね、ボールちょっと浮いたと思うんですけども、しっかりとミートしてね、この、蹴り込みましたよね。吉田からサビを当てます。シュビルツォク、前田ヒールパス、入れ替わった。シュビルツォク同点、追いつきました。グランパスとって大きな力になりますよね。浮かせて森下から前田直樹、これも森下へ、入れ替わったチャンス、森下、シュビルツォク。いや、素晴らしい左サイドの崩しのシーンでしたね。まあ、本当にこうシュビルツォク選手が合わせやすいボールを最終的に森下選手選択しましたから、まあ、彼のその技術の高さっていうのはこの一つのプレーでも見られますし、まあ、チャンスですね。シュビルツォク右足逆転。いや、素晴らしいですね。この力です。振りも速かったですし、